相撲時代の体重ベスト171キロですけど、今の時点では体重今何キロぐらい？134です。じゃあ134キロで試合するのは、いやめっちゃ久々ですね。もう130、104、まず150キロ台になった瞬間に、はい、なあ久々だなっていうので、はい、でそこから140キロ、130キロってなった時に、あこんな軽いのって久々だなっていう感じですね。なんか、はい、なんか生活が楽です。まずトイレが狭くて入れないって思ったところが、もうすんなり入りますし、あのもうめちゃめちゃ、はい、コンパクトになりました。試合も全然動きも、あ全然違います。スタミナの持ちが全然違いますね。はい、やっぱ頭で分かってても体重がある時って結構ガス欠になるのが練習でも早くて、ただでも体重が落ちていくのと、そのなんていうんですかね、練習もそういうスタミナ上げるためのトレーニングもしてるんですけど、だんだん体重落ちるにつれて動きが軽くなっていく感じはありますね。ちなみにトイレ以外になんかこう服っすね。自分辞めて直後に、まあ、格闘技やるって思ってなくて、でやるってなってから、じゃあしばらくなんか遊びにも行けないなと思って一回沖縄行ったんですよ。でアメリカンビレッジっていうところ行って、あの服これも買ったんですけど、普通だったらあの市販で売ってるって買えないんですよ。それが普通に着れたんで、すごいそこが嬉しかったですね。XXM、いやこれでもアメリカサイズなんで、アメリカサイズで 2XL なんで、まあ、日本で言ったらまあ 5L ぐらいはありますけど、市販で買えるようになって、そこがすごい嬉しいですね。